はい、どうも、うずです。今回の動画ではファイナルファンタジー7リメイクの話をちょっとやりたいと思いまして、何度かね、私自身 YouTube で取り上げてるんですけど、 FF7 リメイクが発売日がちょっと延期になったじゃないですか。もう少し前にね、なんか発表されてちょっとわさわさしましたけど、まあ伸びたって言っても2020年4月10日ということなので、まあそんなすごい先延ばしになったわけじゃないので、まあ1ヶ月は伸びたか、まあ楽しみに待ってた方にとっては若干残念かなっていうところあるんですけど、まあ発売されますしね。で、今回私の動画では改めて FF7 リメイクがどんなゲームになっているのか、公式サイトを改めてちょっと見返してみてみようかなと思いました。まあ簡単な動画にはなるんですけれども、興味がある方はちょっと私と一緒に公式サイトを見るのをお付き合いください。はい、ではこちらがファイナルファンタジー7リメイクの公式のサイトの映像になるんですけれども、発売日の方はこちらですね。2020年4月10日発売ということで、で、ここ内容なんですが、プロデューサーレターというところに、コメントが書いてありますので、まあ、ここ読めば、ちょっとね、その、まあ、うんたらかんたらというふうに書いてあります。まあ、苦渋の決断ということですよね。発売をね、心待ちにしてくださっている皆様に、チームを代表してお詫びしますということで、北瀬さんっていうのかな、はい、コメントが入っております。で、ファイナルファンタジーリメイクなんですけれども、もう画像がともかく綺麗なので、当時、プレイステーションで遊んだ方にとっては、もうめちゃくちゃ変わったよね、絵がね。ただ、FF7 に関しては、映像化もされてますから、そういったものを見てる方にとっては、まあ、特別なところはないかもしれないんですけど、セフィロスとかもね。うん、かっこいいよね。で、FF7 のストーリーで結構良かったなって、個人的に思うのは、こう、プレジデントシンラ。シンラカンパニーっていうめちゃくちゃ大きい大企業ですね。に対して主人公とかパレットとかが、立ち向かっていく姿っていうのが、すごく、こう、かっこいいし、演出もね、音楽もすごい相まって、たまらないストーリーになってたところを思い出させられます。まあ、そうは言ってもあんまり覚えてないんですけどね、実は。結構ね、すぐ物を忘れちゃうから。なので、新鮮な気持ちで FF7 をまた遊べるんかなと思ってて、今からワクワクしております。で、当時のものから変わったのはグラフィックだけではなくて、戦闘システムが大きく今回変わってますよね。あれ、どこだっけ？あ、これだ、システム。システムのとこで見ると、以前は、まあ、普通のロールプレイング、アクティブタイムバトルっていうのを採用していて、その時間の経過とともにキャラクターのね、メーターが溜まってって、コマンドを選ぶっていうものだったんですけど、今回もそこ基本は変わんないのかな？あ、ただ、アクションがね、融合したというところで、アクション要素がちょっと強めに入ってきてるのが、今回の FF7 リメイクのバトルになります。うん、三角とか四角とか、ちょっとこの辺りはキングダムハーツ系っていう感じになるのかな。そんな感じだよね。コマンドをね、自分で選ぶんだろうね。このアクティブタイムバトルのこのメーターと合わせて。はい。で、バトルシステムはここ書いてありましたね。戦う、ウェイトモード、ショートカット、などなど、いろいろとバーストもあるんだ。敵の HP ゲージの下にあるバーストゲージ、攻撃を与えることで上昇し、最大まで溜まると、敵は無防備なバースト状態となる。ガードブレイクみたいな要素もあるんだね。仲間コマンド、リミットブレイクということで。だから戦闘一つとってもすごく面白く遊べるんじゃないでしょうか。こういうロールプレイングってね、戦闘がいかに飽きずに楽しめるかっていうのが重要ですから、そこの部分 FF7 リメイクはすごい楽しめそうな作りになってますね。いろいろね、この下にありますけど、マテリアとかを装備してね、戦うのがすごい楽しそう。数増えてそうだよね、いろいろね。元のものより。で、武器の成長要素というのもしっかり今回ありますので、バスターソードコア。すごいね、武器をちょっと強化していけるんだ。これ当時からあったっけ？あんまり印象ないんだけど。新しいかな。で、FF7 だと召喚獣っていうのもすごい、重要なところなんですけれども、このグラフィックも強化されてるから使いがいがありますね。オリジナルに出てきた最後のね、強力な召喚獣とか出てきてくれるのかな。だから当時から思ってたんですけど、この召喚獣っていう呼び方がちょっと違和感があって、イフリートとかね、チョコボとかはわかるんだけど、シバってさ、ちょっと獣じゃないよね。あ、でも獣なのかしら。この方獣なのかな、内面が。わかんないけどね。ちょっと召喚獣っていうちょっと言い方に今は違和感をちょっと感じます。当時は全然気にしなかったけどね。で、新規要素っていうの書かれてる。列車墓場。あ、なるほど。新しいちょっとストーリーも加えられてるってことだね。はい。といったところで、まあ、FF7 は非常に元の作品が人気のあるものなので、期待もすごい高まってる方が多いと思うんですが、その期待に応えてくれるように今開発の方もね、頑張ってくれてるということですから、楽しみに。待ちましょう。で、一個非常に重要なところがありまして、この FF7 リメイク、一つで完結しないっていうところを意外と知らない方がいらっしゃると思うので、そこの部分をね、軽く添えときたいと思います。公式サイトも見るとよくわかるんですけれども、サイトの下の方にですね、ちゃんとちっちゃい字で書かれてるんですよ。ここかな？
はい、ファイナルファンタジー7リメイク発売日が書いてあって、その下に本作は1997年に発売されたファイナルファンタジー7、過去原作のリメイク作品です。はい、ここまで OK ですね。この後、ミッドガル脱出までの原作をもとにオリジナルの要素を加えた作品となり、複数作で展開予定の第1作目ということですので、これ記載されたのが2019年の6月14日なんですけれども、要は一つで完結しないんですよ。複数作品になると公式で言っているので、そこのところお気をつけください。他にそんなでっかく書かれてないもんね。なので、このちっちゃい字で書かれてるからね。事前情報を収集して調べてる方はもうみんな知ってて当然かもしれないんですが、FF7 リメイクを単純に、あ、出るんだ、遊びたい、やったーみたいな感じになっちゃうと、一つで終わらないので続くみたいになっちゃうので、気をつけてくださいということが書かれてますよっていうことをお伝えしたかった動画でございます。はい、ということで、FF7 リメイクすっごい楽しみですね。これは本当楽しみだ。まあ、今回の FF7 リメイクは本当の新タイトルではないんですけど、まあ、過去の栄光にすがってっていうような販売の仕方にね、実際なっちゃってますけど、まあ、ここ最近の FF がちょっとね、ダメダメってすごいダメ出しされる作品になり続けてしまってるので、当時のちょっと気持ちを思い起こさせてもらって、それでいてやっぱり FF すごいんだっていうのを味わわせてくれると嬉しいですね。はい、今回は簡単ではありますが FF7 リメイク期待がすごい高まる中、本当楽しみだなっていうことで、動画の方を用意してみました。ちょっとね、 FF 全体的なコメントでもいいので、何かあれば下のコメント欄のところ自由に使ってパシパシ打ち込んでくれると嬉しいです。普段からゲームのお話とかガジェット情報いろいろ伝えてる私の YouTube チャンネルなんですが、ちょっとでも気になっていただけた方は他の動画を見ていただいて、それでよろしければチャンネル登録の方お願いしたいと思います。ではまた別の動画で、バイバイ。で、今ちょっといつものパナソニックじゃなくてキヤノンの EOS R で動画撮ってるんですけど、実はもう本当はね、出かけようと思っていて、この後ニコンの本社にインタビュー動画撮らせてもらいに行くので、 GH5 とか全部もうカバンに詰め込んじゃってたんですよ。で、動画をね、急に思い立って撮っちゃったんで、即席でやっちゃいました。すいません。まあ、でも、FF7 リメイクのね、楽しみって気持ちは本当に変わらないんで、楽しみにしてる方たちも一緒に待ちましょう。楽しみだ。さあ、ニコン行こう。